最近膝の痛みがひどいとのことでしたね。そうなんです。どういった時に痛みを感じますか？階段とかを登る時ですかね。なるほど。じゃあ靴べらを膝に当てた時も痛みを感じますか？やってないんでわからないですね。やってみます。結構です。そしたらとりあえず骨を歪ませてみますね。大丈夫ですか？あ、歪んでたものを歪ませて元に戻すって意味なの。わかりにくい言い方やめてくれ。いきますよ。うわ、いい音鳴りましたね。治療できてる証拠ですね。すごいな、整体師って。まだまだ続きますよ。今折れた音しましたけど。ん？何か落ちました？落としましたよじゃなくて、落としましたよです。あ、骨の音ですか？折れた音が。それだけ骨が歪んでたってことですよ。痛くはないから折れてはないか。いきますよ。全身骨折しました？足しか触ってないのに。足しか触ってないのに全身骨折した気がするんです。ちょっと何言ってんだか。僕も混乱してます。僕の膝爆発しました？いや、してないです。してないか。僕の膝逃げました？いや、逃げてないです。逃げてないか。僕の膝大晦日ですか？大晦日じゃないです。大晦日じゃないか。わぱぱぱぱ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 